あ、そう、何回かの時のボタン。こんにちは。じゃあ私はそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。またね。あ、いっぱいあった。詰めますか。あ、私終わりました。あ、終わりました。じゃあ詰めますね。あれですね、でも私さっき終わりますよね。ビリットほんま最高やって。すいません、入ってください。すいません。あ、本当ですか。入ってください。よかった。すいません、ごめんなさい。めちゃめちゃ楽しいですよ。めちゃめちゃ楽しいです。 M ベストヒット歌謡祭にもやりました。いやー、よっこいしょ。あ、よっこいしょ言っちゃった。こんにちは、トムレア。ちなみに、えい、トムレア。ツインテールの追い飾りはこうなりました。よいしょ。どうしたの。後で。あ、やばい、外しちゃった。どうしたのとか。何ですか。これで。はい。OK。え？どうしたんですか。はい。わかります。笑わないように耐えてみてください。はいはいはい、間違えない。吹き出さないように、ね。はい、ちょっと今スタッフさんから笑わないで耐えて、はい、耐えてくださいって今来ました。はい、はい、怖い。何ですか。いてもらいましょう。これはちょっとこちらの横に笑わないように、笑わないように、はい、笑わないようにちょっとか言われて。何でしょうか。はい、笑わないように耐えてください今言われたので、はい、アンジュちゃんはめっちゃ笑ってました。はい、カウントダウン。カウントダウン。じゃあ 5秒前。はい、5、4、3、2、1。めっちゃ若い頃の写真でした。うん、はい、入りたての。はい、で、近重さんの反応が変でした。独特な。めちゃめちゃ、なんかめちゃ人来る。はい、ということで、お寿司です。こんにちは。はじめまして。こんにちは。どうも。NMB48 の8期生、ほのこと池ほのかと申します。お願いします。こんにちは。お寿司大好き。こんにちは。ちなみに昨日はリハ終わりにレイコちゃんと焼肉行きました。焼肉に行って食べてきました。美味しかったです。身長良くなった。本当に嬉しい。ありがとう。まずは2日間で焼肉とお寿司を制覇しました。特に何も食ってない気がするな。はい。良かったな、昨日お寿司。え、それな思った。お寿司と焼肉で迷ってんな。うん、で、はるかが全部どっちでもいいって言うからめっちゃ困ってました、うん、今ね、最低女です。生き生きしてる。どっちでもいいねん。もう楽しいね。いや、M 楽しいよ。あった、行く店も変化やね。ぜひ来てね。どこどことどこどこどっちがいいので、どっちでもいいって言ったらもうなんか荒ぶってた。最低女です。あ、あの10月10日に発売のあのミニさん、皆さんゲットしましたか。ね、私は最近本屋に行ってゲットしました。タン食べた。タンばっかり食べて。なんでね。そう。そう、皆さん見ました、見てくださいましたか。2人ともタン好きやから。大好きや。もう一生買ってよかった。やった。
一生タン食べてた。タン一生食べて。よし、はるか腹減った。おお、ちょうど。確かに確かに。レイコちゃんにハラミも頼んで。そう、オフショットもね、あります。全身真っ白なんですよ。最後の締めはハラミやったね、はるかは。食べ使いました。ありがとうございます。ぜひね、まだの方、ぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとう。嬉しい。そう、全身真っ白で、普段ね、全然することがない格好でもありますし、ああいうね、風に撮影をね、していただくことが、めったにないから、そう、楽しかったし、めっちゃいい経験だったなって思うから、ランランさんのぜひゲットしてね。よかったら、なんか、アンケート答えてね。素晴らしい真顔でした。ありがとうございます。真顔頑張りました。私、真顔ね、苦手なんですよ。だから、いいよね、頑張ってるんですけど。アンピー似合ってた。ありがとう。こんにちは。ここに長い髪の毛がいる。こんにちは。そうなんです。でもちょっと初めてこんな、なんか髪の毛全上げで、ちょっと初めてる。そらそうか、3回目なんで。レアな感じで嬉しかった。初めてやったね。じゃあ夜公演落ちるかな。こんにちは。私はお昼公演で移動を結構間違えてしまったので、タイミングね、初日よりは、はい、頑張ります。いや、それな、え、な、うん、やばすぎる、値段見てない、値段見れへん、慣れたのもあるかもしれないけど。こんにちは。なんかでももう全然緊張もなく、もうはるか自己知だったんで、そうだね。てかもはやなんか1年半ぐらい、やってる公演ぐらいの感覚でやってたね。すごい。もうやっぱリハとかすると、こんにちは、体に馴染みますね。そう、ミシェルです。あ、ニックネームはね、まだ決まったんですけど、まだね、公表はね、してないので。マジアフターアレンジ大好き。ありがとう。ほんまにだっけ、一番とめっちゃ寒い。それな、多分生き生きして踊ってると思う。まだでもあれですよ、皆さんが送ってきてくださったの全部見て、あの意味もね送ってくださったりしてたから、やばいと思いますよ。その意味とか見て、あ、いいなと思ったので採用させていただきます。ジムハルちゃんも雪でした。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。乃木坂最高は6ポジ目になりました。でもアイピーが7ポジって書いてて、そ う, そ う, そ う, うわ負けたと思いました。火曜日の子に当たったよ。そう、土砂降り親孝行。そうなんです。楽しかった、ありがとう、うん、嬉しい。はるちゃんの名前はキャンパワーで応募しましたってね。こんにちは。やっとファルコンみたいにしてウサシもおったよ。ファルコンが良かったな。絶対やだ絶対嫌。メンバー絶対嫌。メンバーが選びましたね。チャンパワーより嫌かもしれへん。チャンパワーも嫌って言われて。あ、はるちゃんファルコンで応募しました。夜は落ち着いてます。応募した人が夜は落ちてます。それだけはキャッカーとね。ありがとう。そう、一番いいのに。はるかはプリマにしました。そう、あのね、バレエ習ってた時に昼の昼ハーフアップにしたんですよ。で、それで行けたら、行けたらあの夜降ろそうと思ってて、でこれで、ね、夜公演が無理やったらもう降ろすこと、じゃあ歩きやめとこうとか思ってるんですよ。 だからね、そう、しばらくねみたいなの言われてから降ろしで何かしらして出ることなかったんですけど、今日コテヒャ以外ね降ろしで多分出ることなかったと思うんですけど、今日初めて降ろしで出ますよ。夜っていうね言ってたぐらい。でも可愛い、やった、プリマ、ありがとう。プリマって可愛いから、ね、そう、いけるかなと思って、昼のハーフアップでいけたから、耐えれたから、いけるかなと思って、ちょっと下ろしてみました。で、今日の夜公演がちょっと暑くて、もう倒れるって思ったら、しばらくなしですね。だから、お試しです、下ろし。オレンジやったら絶対、ね、ほんまにその2択やったよ。15分経ったのでランキング読みます。しました。アナでしたね。よし、いきます。キラキラネーム、そう、プリマちゃん。13位 KR3 さん、ありがとうございます。12位高山俊樹さん、ありがとうございます。11位阿佐賀さん、ありがとうございます。10位ゴーシさん、ありがとうございます。9位鉄宮さん、ありがとうございます。8位日華さん、ありがとうございます。7位にゃんにゃんなんちゃんさん、ありがとうございます。
6位終わりなき旅さんありがとうございます。5位双葉さんありがとうございます。4位ゆりこじさんありがとうございます。3位赤シャチさんありがとうございます。2位ゆうさんありがとうございます。1位一つ二つみつさんありがとうございます。ではね、ありがとうございました。うい動いてくれないや。あ、動いた。でもやっぱさ、前の方のポジションやから9期生の子全然じゃあね、絡みありがとうございます。くてそっち向きやりましたよ。夜公演もよろしくお願いします。ありがとうございました。では後ほど。